さあ皆さん、ねるねるねるねの準備はいいですか？まだあの方、まだアバンがあります。間に合います。コンビニへ走ってくださいパシリみたいに言うやぜひ用意して、可能な人は作るときにツイッターさんでひらがなでねるねるってつぶやいてください。ねるねるねるねでもいいですけど、ねるねるとつぶやいてください。よしよし、私これはもう今日楽しみに、かぼちゃくんがねるねるを宣伝してくれたもんですから、はい、皆さんぜひぜひよろしくお願いしますよ。準備をしといてください。まだ袋は開けちゃダメ。え、みんなどっち買ったかね。青いパッケージと赤っていうかピンクっぽいパッケージと、男の子は青かなでも私のイメージからはピンクだからね、ピンク率が高いんかな。どっち買ったかもぜひ今ツイートしてみてください。はい、ということで今日は盛大にねるねるねるねをやる回となりますので、皆さんよろしくお願いいたします。それでは本日もこれより上演を開始いたします。私はソーダ味にしたいと思います。さあ、じゃあ開封、みんなも開封してください。どうぞ。めちゃくちゃ、わー、袋ビリビリにしたらあれ作り方わかんなくなるからね、みんな。はい、じゃあやってみよう。楽しみ。外、あ、外にもあるんで、じゃあマネージャーさんにもやってもらいましょう好きな方を選んでやってください。よいしょ、キュタキさんいないからね。よいしょ、間に合ったら一緒にやりとこうとけど。よし、じゃあやってみよう。じゃあみんな開けてみてくださいね。中身出しました？まず水を準備してテーブルをきれいに拭いて手を洗ってから作ろう。すごいじゃん、ヤギちゃんが除菌のウェッティをね用意してくれたんよ。はい、ヤギちゃんの子。よし、手をきれいに、みんなも手洗ってください。よいしょ、よいしょ、テーブルも拭きます。テーブルも拭くんだね。よし、オッケー。さあ、1番のねるねるねるねと2番のねるねるねるねと3番のねるねるねるね。で、まず四角いカップをなんか、あ、なんいや、作り方にそんななんかとか言わんやろ。四角いカップをなんかいか折り返してトレーから切り取ります。大人になっちゃったんだな、なんかじゃあ四角いカップをなんかいか折り返してください、皆さん。で、切り取ってください。そう、この間ね、いとこと作った時も言ったんだけど、これさ、切り取ったカップのこの先っぽめっちゃ危ないからみんな気をつけてね。私この間刺さったから、いたってなったから、これ結構ね痛いです、チクチクですから。はい、みんなトレーから切り取ったら、1番の粉と四角カップ1杯の水を入れてよく混ぜよう。はい、何のことやらっていう感じですけど、じゃあまず1番の粉をすごい家庭感でしょ、ごめんね。普段料理してる時もこうやってパン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 やるからさ。1番の粉をじゃあ丸い大きい方に入れましょう。1番の粉開けました。あ、すごいよ、美味しく作るコツって書いてある。さあ、おー、いい音するね。よいしょ、1番入れた、みんな。あ、すごい、ソーダの匂いする、すごい、ちょっとでもメロンソーダみたいな、うん、なんかソーダの匂いする。ヤギちゃんの方ブドウの匂いするんじゃない、これ。もしかして、うわ、あ、すごい、ブドウの匂いする。あ、こんな違うんだ。ソーダは匂い控えめだけど、ブドウの人結構匂いしない？なんかすごい、わおってなるはい、粉を入れたら四角カップ一杯の水を入れて、これね、エビアンです新品のエビアンを入れます。うわ、怖い、 5cc なんだね。危ない、
もうギリギリ見て、パンパンも、はい、入れます。はい、入れました。さあみんな、あ、危ない、これねるねるしようって言いそうになった。まだねるねるじゃなかった。はい、したら2番の粉を入れて色が変わるまでよく混ぜよう。はい、よいしょ。じゃあみんな2番の粉入れて。あ、すごい色してる、めっちゃ真っ青、宮古島の海の色してる。え、ヤギちゃんの方は？あ、ヤギちゃんの方白だ。へえ、違いがあるんだね。あ、そうだわ、2番の粉がすごい匂いするわ。すごい、じゃあ入れてみよう。2番の粉入れます。投入。うわー、宮古島の海だ。色が変わるまでよく混ぜよう。そこはねるねるじゃないんだね。2番の粉を入れて色が変わるまでねるねる開始。みんなねるねるしてください。みんなねるねるだ。ねる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 。うわー、別は粉のこのカリカリがなくなるまできっと混ぜた方がいいんだろうね。あ、ちょっと硬くなってきた。ヤギちゃんのねるねるの速度は私のねるねるの速度はパティシエ。空気を入れてる。あ、男の人はなんか優しく混ぜるんだね。マネージャーさんもなんか優しめ。あ、危ないと思ってるんだ、こぼしたら危ないと思ってる。あ、すごい、結構なんか力がいるぐらい固くなってきました。卵白を混ぜてメレンゲを作ってるような感じですね、私の場合の混ぜ方は。わあ、すごい、ソーダの匂いがする。あ、マイク触った。いい匂いする。うわ、めっちゃソーダの匂いする。うわー、すごい。まだ角が立つぐらいではないですね。お菓子作りをしてるとさ、僕メレンゲとか泡立てるのすげえ大変だったんだよ昔。で取れちゃうんじゃないかと思いながらメレンゲこうやってやってさ、角が立つまでとか言って結局パパにやらせたりとかしてね。やっぱね、こういうのは力仕事、男の人の仕事みたいな。よしよしよし。でもねるねるねるで、ね、女の力でも。そりゃそうだよ、チーク味なんだから。子供ができなきゃ。うわー、すごい、ね、ねるねる、ほら見て、私パワー型でねるねるしてるからヤギちゃんとのに差がある。ヤギちゃんの結構とろーりだけど、私の見てもうボンって感じ、ボドンって感じ。あ、ほら、私マネージャーさんと同じぐらいパワー型。ヤギちゃんちょっとひりき。硬さもお好みなんだろうねきっとね、これね。よし、じゃあみんな3番だ。これさ、ねるねるねるねってさ、24時間ねるねるねるねし続けたらさ、どうなるんだろうねっていう企画やってそう。YouTuber っぽい企画になってしまった。はい、じゃあソーダ味のねるねるねるねの方はラムネです。あ、なんかすごい匂いする。3番のカラフルラムネをトレーのねるねの形に入れよう。ねるねるにつけておいしく食べてね。なんて、これトレイのこの書いてあるキャラクターがねるねさんですか。あ、じゃあ皆さんねるねさんの方のトレイにラムネを入れてください。ねるねさんの形のトレイに入れたものをねるねるねるね。え、これってさ、この私たちが今一生懸命みんなねるねるしたじゃんね。これってねるねるねるねじゃないってこと？ねるねにつけて美味しく食べてねって。え？ねる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 ね？なに？ちょっと待って、なになに？なになに？私が壊れた。ん？ねるねの形に入れよう。あー！わかった！トレーのねるね。あ、違うな。食やいいんだよ、お腹に入ったら一緒なんだ。は
い、じゃあ食べてみたいと思います。みんなでじゃあ食べましょう。せーの、いただきます。はい、今口に入れた人、いただきます言わない人です。昼一のねるねは刺激が強かった。びっくりした。ほらもう同じ顔してるわ、マネージャーさん。わおって顔した。わお、ソーダ味ってこんな味なんだ。ラムネにつけて食べてみます。3粒つけました。いただきます。もう口の中うん、口の中溺れたんかなっていう。うわ、すごい、これすごいよね。口の中がさ、ねるねるねるねになるわけじゃん。おいしい、うまい、うまいよ。大人になって食べたらやっぱ全然違う。口の中ふふヤギちゃんの口の中がびっくりしております。これ普段さ、こういう駄菓子っていうかこういうお菓子食べない人はさ、ワオってなるよね。味が結構しっかりしてるからさ、逆にお子様が食べたらどういうリアクションするんだろうね。子供の頃私は食べた経験が少ない人間だったのであんまり覚えてませんけど、もし聞いてくださってるご家庭の方にお子さんがいらっしゃったら、うちの子はこんなリアクションしてましたよっていうのをぜひ送っていただきたいですね。うわー、これすごい。うん、口がすごい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 。うーん、ハマっちゃうな。みんなぜひ口の中が今みたいにもごもごになると思うので、もごもごなりながらツイッターで感想つぶやいてください。みんなわざわざ喋らなくていいからね。うん、ツイッター派につぶやけばわかるからね、感想が。うん、すごい講師だねこれね。保存料、合成着色料は使用しておりません。それでこのさ、色が変わる変化を楽しめたりするのってすごくない？どうして膨らむの？っていう。ねるねるねるねには重曹、過去ふくらし粉とレモンの酸ひらがなで酸って書かれてるもん、なんか人みたいだね。レモンの酸が入っているよ。重曹には泡の素が入っていて、レモンの酸と反応し、炭酸過去泡が出て膨らむんだ確かにね、小さいお子様では作り方が難しいので保護者の方が手伝ってあげてください。そうだよ、私みたいに四角いカップをなんかとか言ってなんかとはへえ。でもこれさ楽しいよ、こんな。いやー、あ、これねるねくんって言うんだね、やっぱね。ジャムも入って、うわー、やっぱチーク菓子すごい好きだな。チーク菓子めっちゃ楽しい。だってお水も 5cc だけでこんなにさ、なんか美味しいもんができるって考えたらすごいよな。うわー、ぶんね、ラムネこぼしそうになった皆さんトレイを傾けないようにしましょうはい、ということでまたチーク菓子やりたいんで、稲見さんこのチーク菓子やってみてくださいっていうのがあったら、ぜひお便りだったりとかアイディア募集してます。よろしくお願いします。